こんにちは、土岡です。今日は2月21日、バチトレルセンター練習台はファイアエンブレムのあれですね、矢印台ですね。矢印を取った後も壁に当たるちょい手前でアームを飛べるべしっす。練習スタート。うん、よし行きましょう。はい、よし、うまくいった。まずは引き抜きは成功するでしょう。ほいほい。そしてまたギリ止め、はい、うんうん、入った入った。あれ矢印であれ落ちなかったな、バッチが。あららら、大丈夫？ギリ止め、はい、よし、落として落として、さあ次取れるでしょうか。せーの、ほい、うん、入ったんじゃないかな、これも。ん？弱い？つかみが。よし、さあ2周目いけたらどこ狙ったらいいんだろう。矢印狙ったら落ちないもんね。いや右のは取れないだろうな。右2つは、右2つ取れるかなと思ったけど、やっぱ矢印引き抜きからの落としが必要かも。これで矢印がピョーンって引き抜けば OKOK、 6枚取れましたね。これが最高かな。さあ来い、こう当たり来い。ふん、1プレイ無料ですね。さあ今日は6手あるのにね、リリーゲームさんがね教えてくれた3手コンポを狙っていこうか。スナイパーカービィの上のソアラを打ってスパイナムを落とすみたいな感じ、うまくいくかな。行ってみましょう。はい、叩ける？いけ！はあ、なるほど、グランクがゲットできましたね。おしゃれプレイいっちゃうよ。さあどうしよう、これはスナイパーカービィを打った方がいいか。しっかり落としてみましょう。これでどう落ちるかでちょっと続行するか決めようかな。いけ、うむ、いけそうではあるけど、頼むぜ。ちょっと振りかぶって大きくいきます。さあ行ってくれ、吸い込みカービィとともに。よっしゃ、 OK、 3手コンプできましたね。よしよし、いいぞ。さあこれドサイドはね、七瀬さんが言ってたけど、もう前のバッジを取らないとうまく落ちてくれないと言ってましたね。リリーゲームさんはね、しっかりとあの打つところまで教えてくれてるので、その通りやってみたいと思います。まずはね、真ん中上段にいる、サイホーンを思いっきり振りかぶって打つ。行ってみましょう。思いっきり振りかぶって打つ。これで2個落とし。あー、失敗しちゃった。大丈夫かな。次はね、ガラガラの骨めがけてなんで、ガラガラっていうのはね、ドサイドの隣のやつですね。骨めがけて打つ。はいよ、すくい上げて、すくい上げてどうぞ。あー、ダメだこれ。これやっぱね、最初の失敗が痛かったですね。もうむしろちょっと失敗してみましょう。七瀬さんの言ってたドサイドンは、うん、こうなるとものすごい手数がかかっちゃうよね。カービィの方はね、うまくいきましたが、ドサイドン台はね、失敗してしまいました。お得意様バッチゲット、驚きのバイト君。はい、それじゃあ今日のミバスコネ行ってみましょう。催眠術を使うお客さんが、このお弁当が5円になる。この値切り方はやばすぎっす。うちの店には来ないでほしいっすね。うん、せめて50円にして50円になる。一度なったもんね。営業成績がいまいちでなじられるアキコちゃん、バイトにそこまでさせるのはブラックなんじゃないっすかね。ノルマがあるのはきついよね、ほんと。みんながね、うまくいってて自分だけダメだっていうのはね、すごく焦っちゃうと思う。
はい、今日はねここら辺で終わると思います。今日は練習でもまあそこそこノーミスで、そして本番でもね弓矢カービィはしっかり取れたけど、ドサイドンだけがねちょっと失敗してしまいましたね。またこれはいつか取らないといけないな。ということでまた明日もね楽しくバチ取っていこうと思うんで、よかったらまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。